ホセルイス・ロパテニ・ロドリゲスは、スペイン・バレンシア出身のクラシックギター奏者、音楽家、教育者。生まれは、バレンシアであるが、幼少時に、バルセロナに移る。私立バルセロナ音楽院に学び、才能を開花させる。同時に、工学も学んでいる。エミリオ・プジョルに教えを受ける。また、ナルシソ・ソイエペスにも学び、恩師であり、友人でもあった。 イエペスの考案した10弦ギターを演奏に使用した。優れた音楽センスの持ち主として知られ、とりわけ、ルイジ・ボッケリーニ、フェルナンド・ソル、フランシスコ・タレが、ミゲル・リベートなどの古典音楽を得意とした。また、現代音楽にも常に大きな関心を抱き、演奏活動はヨーロッパ、アジア、アメリカに及んだ。古学の研究及び演奏にも力を入れた。また、 原点の工程、編集にも尽力し、フェルナンド・ソルの作品31、35、60の練習曲集は、クイロガ社やアルピュールト社から、フェルディナンド・カルリーの5つの優しい商品は、ブワロー社より、ロパテギ編として出版された。多くのルネサンス期のスペインの作曲家の作品を、ギター用に編曲し、コンサートで取り上げたが、それらは出版されていない。作曲家、 コアキン・ドドリーゴの80歳を祝うコンサートでは、スペイン国立管弦音楽団と共演し、アラン・フェス競争曲のソリストを務める。1980年には、プラハにて、シーベルとフランキシェック・ビナー式、プラハ・ラジオ・オーケストラと共演し、トマス・マルコ作曲、エコー競争曲を初演。1973年から亡くなるまで、バルセロナ私立音楽院の教授を務める。 1987年にはバルセロナにスペインで初めてクラシックギターを学ぶことに特化した学校フェロンサーズギタースクールを開設後にアウラでムジカナナ音楽院に発展した夏の休暇期にはサン・クンガートデルバイエスにおいてホセルイス・ロパテギ国際ギター講習会クルソ・インテルナショナルでギターラジョゼルイス・ロピテギー 内外からの多数の参加者を集め30年以上にわたって開かれ、また、レリラ県のチャーベーラでは、室内学の講習会が開かれた。教育分野での主な貢献は、ギターでの音楽表現に寄与するものとしての技術を、体系だった考えでの整理研ぎ澄まされた音へこだわり、楽器とそれを構える姿勢の関係の人間工学的な考察などが挙げられる。日本の 勝本運動をたしなみ生徒にも進めていた。2002年12月15日には、彼の長年にわたる精力的なコンサート活動と教育活動を受け継ぐ機関として、ホセルイス・ロパテニ音楽文化協会が公式に創設された。アミック・ジョゼルイス・ロピテーギーは、2012年から毎年、ホセルイス・ロパテニ・チルドレンズ・ギター・コンクールを開催している。 コンクールには10歳未満を参加資格にした部門11歳から13歳までを参加資格にしたに部門がある。ありがとうございます。